本動画をご覧いただきありがとうございます。水の秘境滝巡り、この動画では白糸の滝をご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。白糸の滝、駿河の国静岡県富士宮市に位置します。直瀑で高床落差は約20メートル、水系は富士川。到達難度はレベル1、観光滝です。道路や駐車場からもすぐですが、遊歩道上は足元に十分注意しましょう。朝霧が漂う秋の小事故、これと同じく富士山や周辺の山地の豊富な地下水による見どころは様々。この富士山の西側を南下していく国道139号線も様々な名所があります。中でも朝霧高原などは東側に向かって開けた大地から富士山が非常に綺麗に見える絶好の場所。さて今回はそこからさらに南下した先、日本の滝百選白糸の滝へ向かいます。ちなみに以前当チャンネルで夏の白糸の滝は紹介しましたが、秋になるとまた違った姿を楽しませてくれます。11月頭では完全な見頃にはやや早かったかな。それでも夏とはかなり違った表情です。とりあえず下へ降りてみます。やはり夏の真緑の様子とはかなり違いますね。一体全部で何本の流れがあるのやら。橋の周辺からはこの長い川柳瀑群を一望することができます。こちらはお瓶水、静けさの中に非常に美しい水面。こちらも湧き水です。秋の富士の傍らでハラハラと落ちる褐色の木の葉、そこに折り重なる幾重もの流れ、観光地化して長らく経つもなおその美しさはとどまることを知らず、最後までご覧いただきありがとうございます。